はい、裏木チャンネル、今回は、はい、元日本代表、はい、元 OB なんと鈴木さんに来ていただいて、はい、もうびっくりなんです。今横にいるのがまだなんか慣れないっていうか、はい、もう4本目なんですけど、はい、まあ、いろいろお話伺ってるところで、はい、で今お題で来てるのがやっぱ鈴木さんの名シーンっていうか、我々のこう印象に残ってるのはやっぱりあのそんなミルファ戦の PK シーンですよね、はい、旗がどんどん集まって、その中あの試合ももうとてつもない熱戦で、最後鈴木がなんとか止めてくれたっていう印象があって、そこでやっぱもう忘れられないんですよね、うん、みんな。そうですね、まあ、あのよくね、引退してからやっぱその話は、うん、あの集まると、うん、そういう話をしてくれますね、サポーターの方を、まあ、まあ僕的にはですね、こうそうやって聞かれてもあんまり覚えてないんですよね、まあ、試合どの試合も同じぐらいのテンションでやってたから、リーグ戦の一つの試合でもやっぱり、ACL の決勝でも大体同じペースでやってたんで、この試合だけ頑張ったんですっていうのはないんですよ。それがあっちゃいけないんですよ、プロ。そうですよね。だから、まあ、あれでしたけど、本当にこう見返してみると、で、あの時どういう気持ちだったのって本当によく聞かれるんですよ。でそれを答えながら思い出していったみたいな感じなんで、あれですけど、まあ、やっぱりこの試合苦しい試合だったんですよね、すごく。そうですね、取って取られてて。そうなんですよ。でなんか途中で入ってきた韓国人のフォワードも結構すごいやつで、そうですね、もう漫画のような展開だったんですよね。初っ端のファーストレグの時も、あ、これ強いなと思ったんですよ。あ、そうだった。はい、でもっと言うと A3 の時にやってるんですよね、うん、でその時もまあ強いなと思ってて、そこと試合して案の定強くて、で延長になった時のストレスが結構大変だったんですよね。1点取られると、あの時アウェーゴールまだあったんですよ、延長は、うん、今もないみたいですけど、うん、アウェー1点取られると2点取らないといけないわけですよ、うん、でそれで同点なんで、うん、あ、同点じゃないのか、いや、合ってます、合ってますよね、はい、だからすごくストレスなんですよね、1点取られないようにっていうのもあった後の PK だったんで、まあ、僕自身はすごく気は楽でしたよ。で PK は気は楽です、キーパーは。自分がヒーローになりたい、まあ、なれりゃいいけど、自分がヒーローになること以外ダメなことはないですから、自分のせいになることはほぼないですから、っていうのもあるからっていうので、 PK は気は楽でしたけど、今ほどこうあの選手がこうやって蹴ってくるって情報があんまりないんですよね。あ、そんな感じだったんですか。まあ、そんな中で、まあ、オジェックがねずっと PK になった時に言ってたのは、何本かに1回は絶対に正面蹴ってくるから我慢しろって言われてたんですよね。で僕のイメージですけど、正面の PK を反応せずに入れられるのって恥ずかしいとこもあるわけですよ、うんうん、何のアクションも起こさず、だからちょっとなんかあれだったんですけど、2番目に蹴った僕が止めた選手は結構パワーシュートがある選手だったんですよ、うん、あんま覚えてないですけど、多分そのイメージがあって、あ、ここかなと思って動かなかったみたいな。あんまりそのあれを止めたことよりも1本目止めれなかった方が悔しかったかなっていう、そんな感じだったんですか、はい、でまあ、後ろにねいろんな方々がね旗持って集まってくれて、あれは気づいてましたか。ちょっと気づいてましたね、うん、で終わってからテレビ見たって自分の試合を見たわけじゃなくて、なんかのニュースで見たら松木さんがサポーターが止めましたって言ってたわけですよ、うんうん、まあ、もう確実に僕は止めたんですけどねということを考えながらですね。でもね、やっぱりあの試合に限って、あの試合すごくこう盛り上がってましたけど、やっぱりあの試合に限らずどの試合も盛り上がってたんで、うん、で、まあ、当時、うん、満員も多かったし、やっぱあの時のサイスターの雰囲気はもう超えてられないんですよね。そうでしょうね。でもあの前回2017年に優勝した時、うん、決勝見に来ましたけど盛り上がってたと思いましたけどね。ただやっぱその今でもあの試合が語り継がれるのはやっぱあれが最盛期だよね。まあまあ、あのこれからもっといい、まあそうですね、状況を作っていかないといけないっていうのはあるし、でも実際 ACL のことを考えても、この間その17年の優勝した時のこととかも考えて、19年の決勝のことも考えて、いろいろ考えてると、うん、まあ、レッツは強かったんだと思うんですよ、2007年は、うん、でただ相手は17年と19年の相手、レッツが戦った相手の方がやっぱりレベルは高くなってると思います。そうですか。うん、レッツのレベルが上がって
ってるのか、相手がレッツのレベルが下がってるのか、相手が上がってるのかっていうのはありますけど、僕たちの時はやっぱりこうある程度危なげない戦いで準決勝まで行ってたんで、あ、まあ、そうですね、あの時は確かに そうなんですよ。決勝の相手に限っては相手がもうクラブワールドカップの出る権利を持ってるチームだったんで、あそこに関してはもう戦う、また確かセパマンとやりましたもんね。そうなんですよ。モチベーション的には彼らは相当高くはなかったと思いますね、うん、そんな中の決勝だったんで、やっぱり準決勝がきつかった、ね、準決勝の方が伝説の試合として残ってるわけですね。そうですね、まあ、あのサポーターの方たちがね、そうやっていろいろ声をかけてもらって、その話題が出るっていうのは非常に印象的なシーンだったのかなと思いますけど、まあ、僕自身はこう、まあ、自分がレッツでプレーしてきたこと自体が、非常に印象的なことだったんで、まあ、これがフォーカスされて寄れるのは、すごく、まあ、嬉しいことですけど、まあ、これからね、まだまだレッツはもっといいシーン作っていけると思います。ありがとうございます、はい、今最高の締めじゃん、はい、まあ、ぜひこれからも応援してあげてくださいね、はいはい。